願いします。おあのさ、はい、夢見たんやん。その夢の内容聞いてほしいねんけど、城田優とさ、菅田将暉とさ、ヤマピーとさ、その他もろもろイケメン俳優がさ、豪華のね、イケメン俳優たちがさ、やってるこれもしかして吸ってる。イケメン俳優たちが、はい、私のことを取り合いするっていう夢を見て、大丈夫、誰も取り合わない。あの、包丁回避いいよ、日本まで持って行って。はい、ありがとうございます。今日もね、元気に、はい、やっていきたいと思います。でね、あのちょっと聞きたいことが今日ございまして、はい、多分、みんな今から撮影するオープニング撮るって多分思ってると思うな。どういうこと？え、多分今からみんなで長い子みたいになってるやん。人生ゲームの、人生ゲームの罰ゲームみたいなと思ってるやんか。じゃその前にちょっとあの一つだけ報告しておきたいことが、あ、今回あの先に動画撮り回させていただいたんですけど、 S 君さ、今日マーシー何で迎えに来た？車よね。今日何で迎えに来られた？車よね。まあ、ね、そうだよね。ドライブの不毛ない車ってちょっとどれぐらい大事かちょっとあの教えてほしいんだけど、私に S 君にとってあの黒のアルファードはどれだけ大事かっていうのを私ちょっとぶつけてほしいんだけど、ちょっと早くちょっとちょうだい。もうそれは大事やろな。まあそれなりに、うん、大事。マーシーにとってはやっぱ車って大事。大事よ。それはもう愛車盗まれたところバチ切れやったから。見てな、全力疾走してる。やっぱりさ、車ってめちゃめちゃ大事なもんやと思うね、みんなにとってと思うねんけど、それこそな、ホールドとかな、いろんな機能ついてる。俺初めてやからさ。あ、そうなん。そうすごいな、言うて。あ、初めて。あ、最初で最後なわけか。え、そういうこと、そういうこと。聞いてほしい話があんねんけど、私さ、メルカリでさ、いいもん売ってんやんか。めっちゃええもん売れてんけど。マジでメルカリでいいもん売ってしまって、ちょっと何か当ててみて。いい、流れ考えろ。普通には手汗かいてる。ちょっと待って、めっちゃ売りの方ですよ、これ。時差感じちゃうタイプなんですかね。けど別に、まあ、多分言おうとしてることはメルカリでどうせ売ろうとしたんやろ。売っちゃいました。やろ。だからそんな別に売っちゃいましたよって。だって俺は思う、盗まれてたりとかしたら売られてるから事故やん。だから別に問題ないけど、だって折れないし。俺の、いやでもそんなん、でも別にもう関係なくて、今日証拠があるんやけど、あ、これが出したものなんですけど、これが見せ。買ってない。待て、値段。値段が、お値段が高くなった。全然見てなかった俺。ソールドしてるかしてないかだけしか見てなかった。皆さん、お値打ち価格になっております、今回は。今まだ買われてないです。あの、こちら、あの、1000円で。じゃあ、だから買われてないんかよ、そんな。買われてないんだったら、すぐキャンセルしろよ、そんな。あ、こちら、あの、1000円で売らせていただきました、今回は。だから、けど、まだ買われてない。ソールドなってない。ちょっと待って。ああ、取引できてる。メルカリさん初めて使ったからちょっとあんまよく分かってないんです。これメルカリちゃんと、これメルカリのアプリでね、これ開きますよ、見ててね。はい、メルカリのアプリで開いてね。はい、どう？ああ、1000円で買えちゃった。違う。いらなくなったので売りますって。おい、1000円で、ちょっとみんなこれで1000円で今日あの好きやかなんか食べよう。ちょうやん、まずしかも行かれへん。しかも税込みやん。送料込みってなってる。なんか手取りなんか900円って書いてたから 10% なんかメルカリさんに引かれるんやね。私初めて知ってたんやけど、900円しかないけど、みんなごめん、900円でお昼ご飯食べよう。まあ送るだけで赤字やで。え、ガチ売られてる、ガチで買われてる。みんなとお昼ご飯食べたいなと思ったから、ちょっとあのごめん、あの気使ってやってんけど、ちょっとごめん、なんかありがた迷惑やった。ごめん。え、マジで取引の方と2、3日後って書いてんねんけど、今日レイカリ1000円みたいな、今日私に行こうみたいな話にはちょっともうなってるんよ。シンプルに笑われへんねん。嘘はつきませぬ。ちゃうやん、どうなんの、こんな、これどうするの。いや、だから取引したんよ。売っちゃった、ごめん。ソールドされてるやん、ガチで。うん、だめっちゃ秒で売れた。そらそうやろ、1000円やろ。いらなくなったので出品しますって書いてるやろ。書いてる。いるかな。多分過去最高に安い。うん、あの見た、1000円台で売ってるかなって確認してみたけど、やっぱ誰も売ってなかった。だからみんなびっくりしてると思う、やっぱり。だから取引者の方も、え、俺1000円でアルファード買っちゃったマジみたいな、多分なってると思う。もう、ついていかないよ、真剣すぎて、俺もこっち見てるの。待てよ、ちょっと待って、写真は1000円で売ったみたいな。あ、ちゃうか。いや、でもそんな人は絶対メルカリ側に利用停止なるわ。しかも、相手、購入者側も高い。なんかそんな怒ると思ってなかった。なら行くって言ってたけど、さっきはさ、12時に約束してんねん。結構
構時間カツカツすぎた。でもそういう話じゃないの、ね、発想はもう乗って持っていくんじゃない。もちろん。どないするの、なんて理由つけの、その無理やで俺絶対。なんで無理？キャンセル。無理やろ。キャンセルなんかできんできん。だってもう取引してもうてもん。あ、ごめん。あ、12時にしたことが起こってる。もしかして時間が経つすぎて、そっちで起こってる。違う。ごめん。そんなことで起こってない。あ、じゃあ、オッケーオッケーオッケー。わかった。じゃあ、今日の3時ぐらいにしてもらおうか。撮影終わった後。電話してみる、ほな、その人に。とりあえずな。ちょ、待って。電話してくれ。電話してみる。電話してみる。もしもし？え、たかし？たかし、久々。え、元気してた？え、今さ、ちょっとアルファード打ったやんか。ちょっとキャンセルでお願いします。あ、なんか怒ってんねん。めっちゃエスくんとマーシー、めっちゃ怒ってて。あ、もうドッキリ成功したから大丈夫。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、また LINE するわ。バイバイ。キャンセルできたみたいけど。どういうこと？じゃ、追いつかない。シンプルに追いつかない。どういうこと？シンプルに追いつかない。もうやってるじゃあソールドになってるやんな、けど、まあ、実際これ、私ガチで出品しました。出品されてんだ、分かっとんねん分かっとんねん、人間やこっちも動物ちゃうねん。ガチで売れてます。いや、だから分かってるって、うん、出品されてるやろ。出品しました。俺もよくメルカリ使うから分かります。ソールドなってるってことはガチで売れてんねん。売れてます。カテゴリーとかでもさっき見たら車両って書いてるの、本体車両って書いてる。ガチやん。書かれてるから、そのカテゴリーが要は画像やったら画像を渡しますでできるけど、まあ、お写真だけです、そう、写真だけですとか、だからカテゴリーがまた別になるから、それ多分できへんと思う。みんなわからないかな、まあ、みんなには難しかった。やっぱりちょっとみんな頭悪いから、あ、ごめんこいつ今回のね、まあ種明かししていきたいんですけど、今回私朝にこれ出品しました。で、まあ私 S 君と携帯って本当にもう共有物みたいなとこあるんですよ。 S 君のアカウントで買いました。あー、どこ行った？そういうこと。で、私の携帯ではソールドってなって、だからここで売ってるみたいな。はぁ、え、ちょっと待って、もうこいつめっちゃ計算長いぞ。俺な、メルカリを触ってるんやったら、こうやってやったらメルカリ出てくるやん。バックグラウンドでね。消えとんねん。今回は1000円で売っちゃいました。うん、買ってた。だから1000円振り込んでくださいね。あ、1000円、振り込んでくださいね。たかし、たかし、1000円振り込んでくださいね。あ、本名言ってもうた？あ、キー君今日から。それはもうあれや、犯罪や。犯罪や。人のアカウントで勝手に犯罪やね。大丈夫大丈夫ですか。焦りすぎて大丈夫。サングラスの中の目こんななって。人間ガチで思ってこんな固まんない。俺多分動画でこんな喋らなかったこと今までないで。ガチないで。これは追ってる。今までやったら多分ワンちゃん考えることは、売りましたって言って鍵隠すとか、多分そんなしょうもないことやと思う。とか駐車場からちょっとなくすとか、けど今回こう第三者噛んでると見せかけて俺の携帯を使うっていう、ちょっと頭回したな。おう、だってあるもんちゃんと。よかったよかった、鍵は。いや焦った、マジ焦った。よかった、ね、汗かく。犯罪者やで、ね、これ犯罪者でした。ありがとうございます。はい、そんな感じでね、今回も元気にやっていきました。また次は、次回はガチで打っていきたいと思います。では皆さん今回も見てくれてありがとうございました。次回、次回、ジムニーやな。次回、ジムニー。